では今回ですね、沼津探訪ということで、まあ、静岡のね、沼津に行きましたね。で、まあ、ここ、電炭とですね、公社法人地がありまして、この沼津明治資料館のところにね、まあ、電炭がね、この後ろにあるように展示されてまして、まあ、なかなかその受信機とか送信機もあってですね、珍しいものかなと思いますね。まあ、大きいね、電炭だと、ブーゲンビルの方とかにね、ぐるぐる回るのがまだ残ってるみたいなんですけど、ぜひね、そこも行ってみたいんですけど、まあ日本でね、電炭残ってるのはここだけじゃないかなと思いますね。で、まあ沼津なんでね、アジのたたき丼とかをね、まあ友人に連れてってもらってね、すごい美味しかったです。ということで、まあこのね、沼津明治資料館と、あとね、Google マップ載ってるんですけれども、北の方にね、こっちの方ですか、ここですね、公社法人地と、あとね、もう一箇所こっちの方にね、なんかありますね、ここですかね。で、これね、ちょっと、この井戸とね、排水口の施設かなと思うんですけど、ここにもね、海軍マークがありますね。ということで、沼津明治資料館に入りました。まあ、入ったのはいいんですけど、ここエアコンがちょうどね、壊れてるということで、ね、うちはもう、借りて、なかなか暑かったですね。まあ、今はね、治ってるかどうかちょっとわからない。まあ、ここもね、日清日露とかね、そういう展示とか、まあ、共同の軍神とかね、そういう方が展示されてるんで、まあ、共同資料館としてね、まず勉強するのにいいのかなと思います。で、早速その戦争のコーナーみたいなところに行くとですね、焼夷弾がね、降ってくるような展示とかがありましたね。で、これがね、送信機とか、まあ、いろいろ展示されててですね、まあ、当時の技術とかね、こう、見れててですね。まあ、当時のトランジスタがでかいなとかね。まあ、そういうのは感じ取れるかなと。まあ、ここのね、送信機からこのアンテナが伸びててですね、繋がっててね。まあ、こう、どういったね、電波ものとかね、どういったものだったのかね。わかりやすいものになってますね。で、まあ、ここは海軍交渉があったということでね、このような展示があります。で、これがね、まあ、木のところはこう、復元なんですけど、当時のね、このものがくっつけられてね、再現されていますね。これが空中線といってね、まあ、アンテナっていうのがあったんですけれども。まあ、ヤギアンテナはね、こう、ヤギさんが、こう、発明したんですけどね。まあ、米軍が先にこう、利用して、あとイギリスとかですかね、日本は知らないのか、みたいな。話でしたね。まあ、こういうふうに展示され、使ってたんだよというのは展示します。で、これは電波探信機3型というものだそうですね。まあ、それでもね、まあ、こうやって一生懸命作ってたのがね、こう、わかる、意気承認って書いてありますけれども、展示でね、まあ、非常に珍しくていいものじゃないかなと思います。あと、ま、こういう青年訓練所のね、こう、看板とかです。ま、いろいろこういう展示もね、ありますね。まあ、本当に残ってるものはほとんどないかなと思うんですけれども、まあ、水槽なんかはね、ちょっと残ってるみたいに、ちょっと今度ね、行ってみたいと思います。まあ、こういう展示とか写真とか。まあ、あとは落ちてきた焼夷弾とかね、こういう、ま、さっきの、受信機とかですかね。あと送信機とね。まあ、機械が好きな人とかね、ぜひ見てほしい場所だなと思います。これ上から撮ったとこですかね。まあ、これが最初の送信機です。まあ、あとこういう普通のね、まあなんか、まあ普通って言ったらですけど、一般的なね、展示なんかもあって、まあ木銃とかですね。あと、防毒マスクとかね、そういうのですかね。まあ、こういう模型とか。あと、これが沼津兵学校の門柱ですかね。で、北の方にね、ちょっと新幹線の線路をまたいてですね、この公社法人地に行くとですね、この弾薬庫みたいなのがね、あります。まあ、ちょっとね、フェンスに囲まれてて、入れなくなってるんですけれども、
まあ、こういう形になってますね。対談式です。で、ちょっとね、離れた場所に、これ Google マップに載ってないんですけれども、まあ私もね、ちょっと機会あれば載せたいなと思うんです。こういうのがね、もう一個あってね。これは特に立ち入り禁止とかもないんでね。まあ道路上からも見れますし、まあ一歩入ればね、ちょっと全体を見るかなというところです。まあ、思ったよりもね、この深さがありますね。高さですかね。まあここはね、どうも近所の人が使ってるみたいに中までは入りませんね。ぜひね、外から見れるんでね。まあ見てもらいたいなと思います。ということでね、沼津編以上としたいと思いますね。